んょうは神保哲夫です、えー、今日は8月の24日、2023年の8月24日の今、午後の3時,、えー、3時、ちょうど3時ぐらいなんですけれども、きょうのです、ねえー、午後1時、だから今から2時間ぐらい前ですね。 あの政府がですね、えー、東京電力の福島第一原子力発電所にまあたまりにたまった、えー、まあ政府はしきりと処理水とかアルプス処理水って言ってますが、要するに放射性物質を、えー、含むまあ汚染された水をですね、水水のですね放出を、えー、始めました。でこれはまあずっと懸案事項で、あの映像なんかでもご覧になったことはあると思うんですけども、まあタンクがもうあの。 タンク村みたいになっていて、その、えー、第一原発の敷地内がですね、もう場所ももうあんまりまああのない。しかもそれがもうキャパが来年にはいっぱいになるとかいうような情報をまあがし切りに出てきて、でもこれは、えー、やむを得ない決断だというようなまあ文脈に今ここまでなっていると思います。ただちょっといくつかですね、えー、まあそのそのストーリーにはあの抜け落ちている重要な部分があると思う思います。でそれであの。 まあどういういわけか,かマスメディアが必ずしもこれについてはです、ね、踏み込んだ報道をしていない、まあ、不思議なんですけどもねあのマイクロプラスチックとかあんなに一生懸命やるのにトリチウムは別に大し,て大したことないというのは非常に不思議な、まあ、その基準ですがいずれにしてもあの、えー、まず、まあ、交換いろいろ言われていることがですね本当そのまま真に受けていいのかどうかも含めてあのしっかりウォッチしてきた方特にまあ東京電力 をですね、えー、しっかりウォッチしてきた方にですねまあぜひこの、えー、今回の海洋放出についてまあどう、えー、受け止めたらいいのかあるいは我々が本来知るべきなのに知らされてない知らされてないことはないのかというようなことをですね伺いたいと思って、えー、インタビューをお願いいたしました、えー、ご紹介いたします、えー、フリーランスライターの木野隆一さんです木野さんどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますでまあ木野さんはもうあの え原発事故以降本当に東電のにずっと日産されてまあ取材にずっとされていてはい当時ですねはいされてあの東京電力のまあ実際東電から見ればあの天敵のような存在だと思うんですけどもねでもねいや木野さんあの実はちょっと今過去のファイル見てみたら2013年の8月3日に木野さんに実はあの番組に出ていただいて。 あ、まああのニュースコメンタリーですね。はい、まる劇場のニュースコメンタリーに出ていただいて、えー、お話を伺っているんですが、その時のタイトルもですね、福島第一原発汚染水流出問題なんですよ。二千十三年八月の三日、だからまるまる十年。十年前からこの汚染水問題っていうのがずっとこの事故に関しては引きずってきたもので。 でついにそれをです、ねまあ、海に流し,流しちゃいましょうっていうふうに、まあまあ、彼らは薄めてとかアルプス処理してっていろいろ言いますけど流しちゃいましょうってことになったと木野さんねちょっと最初に総論的にずっとこれをウォッチされている日野さんとしては今回、まあ、ついに海洋放出に、まあ、これ踏み切ったっていうのがですね、えー、決めたことは木野さん的にはどう見ますか、まあ 当時から予想されていたことともう一つ言うと東電も政府も、まあ、2011年、は事故から1年経たない時期ですね、はいまあ、その頃にあに海に出したいという意思表示はしていたので、えーまあ、それがとうとう現実になったなという感じですね。10年前はそれが 通通らなかったとということです通りませんでした、うんまあ,あの一番最初に東電が海に出したいっていうふうに政府に伝えたのは2011年の確か11月の終わりか12月の頭なので,、はいえー、でその時はまあ漁業者の反発が強く、うん、それからあの事故から1年も経ってない時期で、えー、まだあの騒ぎが収まってない時期だったので。 えまあ世論と漁業者の反発に押されて一時は木は棚上げしたということですけど、その棚上げの結果がまああのタンクにとりあえずためておこうということになったと、はい、10年間で、まあ、2011年からという意味ではもう10 12年ですけれどもね。 何が変わって今回開放室っていうことになったんだというふうに木野さんは見てますか。あまあそう言われると一番は世論の関心が変わったかなとな、うんうん。関心が下がってしまったということですね。もう慣れちゃったというか、やっぱり事故の記憶も薄く,、はい、薄くなったと。そうですね。うん、で、まああの十年経って当然あの現地の方も避難指示が解除されたりとか。うんうんうん 状況がいろいろ変わってくる中で,うで、ねうん、もう事故は過去のことですよという、うん、まあこれは政府,が政府や東電の PR の結果だと思いますけど、うん、その結果こう、世論の関心が低くなり、うん、なかなかあの、まあ、危険性含め危険性ということではないんですけれどもその社会的影響をいろいろ考えると、まあ、今だったら出してもそんなに騒がれないだろうというふうに思われたとしか思えないですね。うん、なるほどね、まあ、あの岸田政権としては 党内にもまあライバルも今あんまりいないし野党もあんまり怖くないしということで支持率は多少下がってもまあ大丈夫だろうということなんでしょうただねそのちょっと今日の今日も今その放出が始まっているさなかにこれを話すことというのはどれぐらい意味があるかって微妙なんですけどでもねやっぱり知っておく必要があるそれからもう一つは今後もこれモニタリングしていくということなのでやっぱりそのモニタリングの結果当初と予想が違うような状況になったらまあ 止ま,る止まる可能性もあるという意味でねやはりその取得必要があると思うのでちょっと木下さんに聞いておきたいんだけどそもそもなんでこれは海洋放出ということになったのか、まあ、今こうやって見るともう出すしかないでしょってみんな思ってるけど実際はあの、えー、まあこのアルプス小委員会とかいろいろ言われ,言われ方はありますけどその政府内の小委員会では他にもいろんなオプションを出してたわけですよね。でそれが ええー、まあ全部それあのまあ例えば五つ全部そのあの、えー、細かくお話しいただかなくてもいいんだけれども他にも選択肢があるのになぜそれが最終的にきょ今日の日の海洋放出っていうことになったのかっていう経緯をちょっと簡単に説明していただけい,いいですかはい、はい、えっとですねどこから行こうかなあのまずそもそものこの議論のスタートはさっきあのジボウさんおっしゃったように二千十三年の 7月に東京電力があの実は2011年からずっと海に汚染水が出てましたよというのを発表して、はい、でそ,のその直後1か月も経たないうちに今度はあのタンクから300トンばかりあの行方不明の汚染水が出てきてしまって、はいまあ、多分これも外に出,て出たんだろうという話があって。で合わせてその 次の月、えー、2013年の9月ですね、今度はあのオリンピックの招致運動の中で、えー、とにかく何かこう福島に関しての情報を発信しなければいけないというのが全部合わさったところで、うんえー、2013年の終わりから汚染水の対策に関して、閣僚会議を一つ設,定し、はい、設置して、まあ、そこで議論を始めて、そこから経産省の中にあのタスクフォースであるとか、小委員会であるとか、 いろんなものをこう年度ごとにまあつけ順番に作っていってその中で議論をしてどうしたらいいですかというのを決めていくというのがここ10年ぐらいの動きでした。で最終的にあの 2, 2年前2020年の2月にアルプス小委員会というところが報告書を出して。 まあそこであの海洋放出というのが決まったんですけれども他にはあの水蒸気にして出すとかですねまあトリチウムを分離して水蒸気水だけを外に出すとそれから地下にあのまあ埋めるこれはあのコンクリート枯とかですねいろいろな形を変えて地下に埋める方法であるとかいくつか検討はされてたんですけど僕の理解では最終的にはまあえ一番簡単にできるそれから技術的にまあ目処がついてるっていうふうには一応 政府は説明はするんですけれどもあの、まあ、現実可能性があるっていうことを理由にはしてるんですけれども僕の理解では安く簡単に、えー、手取りバイクできるから海に出すという選択肢になったのかなと思っています。でこれはあの当時のアルプス省委員の中で、えー、最終的に報告書が出た頃にあの委員の方にもちょっと何人かその場で話を聞いてたんですけれども、はい、やっぱりまあ簡単だから 出すんだよねこういうことはこういうふうになっちゃったよねというふうに、まあ、ちょっと諦め顔で話していた方もいらっしゃってな,、えー、なかなかちょっとまあ委員の人たちもじくじたる思いちょっと納得できない部分が残ってたような印象を受けました、うん、当時はあの、まあ、確かにそのねアルプス小委員会が出したその処分方法のまあ5つくらいある中でね 開放室っていうのは、まあ、まず海洋放出が簡単という意味ではもうとにかく海にしてるだけという話で,うで、ねまあ、とりあえず今回少しホースを1キロくらい伸ばしたみたいな話になってみたいですけれどもでもいずれにしてもまあ海にしてるだけなので簡単なのはよくわかるんですで一方でコストも海洋放出だとまあ委員会によると34億円という数字が出ててそれは例えば水蒸気放出だと340億水素放出だと1,000億とかですね 地下埋設だと2400億とかに比べればまあはるかに安いことは安い。だけどあの木野さんその委員会とかウォッチしててねぜひお伺いしたいのは結局その安い安くて簡単だからっていうことことだとするとねこれ逆に言うとこの中で見ると最もまずあの環境負荷がまあへの影響が大きい方法が海放出じゃないですかそういうことは。 あの要するにコストっていうのは自分たちが払うコストは安いけどそれを環境に押し付けるから安くなるっていうまあ話なわけですよね <laughs> まあコストの外部化っていうふうにあの環境の世界ではよく言いますけどもそれ,それを議論されたんですかこのやり方の,その妥当性を議論するときにね安いか簡単だからはまあさておき。あの ちょっと要するに国際的にだってまあ今、今日のも早速中国があの日本産の海産物の全面禁輸というのをやってますしそれに中国にとどまらない可能性がある中国だけだとねまあ反日だからみたいなこう人もいるかもしれないけどまあこれ南太平洋の,その諸国もものすごい反発してますしちょっとそこも含めてそのなんでその海洋保湿になっちゃったんだろう一応、アルプス省のあの議論 あのまあ設置された目的の一つにその風評被害をがまあ必ず発生するのはもう目に見えていたのでそれをどう最小化するかという話も一応中には入っていたんですで議論もされていて、えー、報告書にも一応あってですねで、まあ、そ,のそれによると,そのえっとまあ議論の中では委員からはえすぐにその短期間で早い時期に出すよりもやっぱりまあトリチウムは半減期12年ぐらいなので。 時間が経てばまあ内容物はどんどんトリチウム自体は減っていくとで,、ねうんうん、でしかももう一つ言うとその時間が経つとあの浮漂被害含めて社会的影響も当然小さくなる方向にあるのでこれはもう過去のいろんなえっ、ー、とジェシオの事故とかも含めてですね,ですねあの、うん、もう実証があるので、えー、そういう意味では放出を急ぐべきではないっていう話も出てい,いましたでただ一方でその えー、コストに関して言うとこの34億円っていうのは多分その工事費だけの話であって、あのー、結局 その後に出てきた議論の中で東京電力が賠償を払うという話が出てきてじゃあそれはいくらになるんですかというとこれは見えないんです、うん、それは漁協とかやのですねこ全く見えてなくて、うん、そういう意味ではコストの算出にもその中には入っていないわけでもう一つ言うとこの34億円というのは当時は34億って言われていたんですけど実際、昨日かな東京電力の会見とかでやっぱりコストの話が出るんですけど500億を超えてるみたいなんです。<に> ああ設置費用とかいろいろまあ手間、まあ、暇というかこの3 4って言ってたものがすでに500円でそれは賠償金入れずに入れずに、うん、で結局そういうのを考えると、うん、まあんでしょうそのよく官僚霞が関ありますけどちっちゃく出して大きく育てるみたいな <laughs> もうねんで同じことをまたやるかなっていうふうにちょっと僕は見えちゃいました、うんうん ここで出てるそのアルプス調理で出てるコスト算出っていうのが結局そうまあ2年しかまだ報告書出てから経ってないわけですけど、うんね、まああのアルプス調理の中のそのあまあそっかえー、とあそこで出てる報告書のコストは実は2016年に出たトリチウムタスクフォースというのがあってそこは技術的な話をしていたんですね。でその中でのコスト算定なんで結局それから16年から7年 8年今年で来年で8年か経つ中でコストがそうやってどんどん変わってきちゃうことに関しては追加の議論はやっぱりしてないのでその辺はやっぱりもう一回元に戻って議論しすべき部分っていうのは残っているように思います。なるほどちなみにこの、まあ、それが34億なのか500億なのか、まあ、やらい違いですけど <laughs> まあどっちにしてもそれは。 どこか誰が負担する金額ということになるんですかえと基本的には東京電力です、ただ、あの結局、東電がじゃあ今、全部、えー、これに伴うその賠償金とか含めて自分のところで払えているかというとそうじゃないわけじゃないですか、あの税金からお金を借りてあとで返さなきゃいけないというふうにはなってますけど返すあてもめどもない中でやってるので。 まあ結局国民負担になるのか,なというふうにしか仮に東電が払ったとしても結局、電気代で払わなきゃ誰そのユーザーが払わなきゃいけなくなるわけですからと、ねね、いうことになる,、はい、なるわけですからね、はい、うんもう一点、そのまあ、今、アルプス処理水という話が何度も出ましたけれどもあの一つはこれ、まあ、トリチウムがね、はい、アルプスでは、まあ、トリチウムはもう分子が小さすぎて取れませんと。 で残るけどそれはまあそのトリチウム自体はそれほどもともと害がないし希釈すればう々ぬんって言ってまあ今回やったわけですよね。ただあのちょっとそこで誤解があると思われるのはまずあの本当初歩的な質問で申し訳ないんだけどアルプスをかければ通せばえトリチウム以外のえ各種というものは基本的に本当にに全て。 除去されているというふうにまあ、理解したてちょっと多いんですよね。取締しか入ってないっていうふうに思っている。そこはあの実際はどうなのかとそれはその東京電力や委員会のあのそういう小委員会なんかの議論ではそこはあの論点になったりはしてるんでしょうか。ええとしてました。してたしあの資料にも実はその一回 え5年ぐらい前にえ自由地元の方を集めてやった説明会の資料にもトリチウム以外のものはまあ取れてますよみたいな要は国時濃度限度以下え外に出しても問題ないぐらいまで取れてますよというふうに一回当電は言ってたんですけどよくよく調べたら実は他の各種が結構残ってたりとかですね基準値を超えて残ってた部分があってでまあそれはまあそのアルプスを何度もやることで確かに下がってはいくんですけど えー、トリチウム以外がじゃあゼロかというとそれは違っていてやっぱりほかにもいろんな各種は取り切れない部分、えー、法律で決められた基準以下とはいえ残ってはいますね。 多角種除去設備っていうんですけど、まあ、多角種っていうだけあってとりあえず62角種はあの取れるっていうふうには言ってるんですけどじゃあ本当にその62角種だけを調べればいいのかということと62角種の中で取り切れてないものがどういうふうに動くかっていうのはこれからまあモニタリングをやっていくというふうには言ってるのでその辺を含めてきちんと見ていかなきゃいけないかなというところですね,れね。モニタリングにももちょっと関係するんだけども 今まあそのなんかあれだけの百三十万トンですねだか満タンで百四十ちょいだと,と思ってじゃあもう百三十万トンとか今もうたまってるたまってる時にねまあアルプス自体はそのトリチウムは取れないっていうことなのでトリチウムはまあまあ、まああるある、はい、あるとだけど そののに何が入っているかっていうのはねそのあのトリチウム水をいろんな原発で海に捨ててるじゃないかというのはあれ別にあの核燃料に直接触れた、まあ、し,かしたデブリに触れたその水じゃないですから、はい、<laughs> 冷却に使った水ということなのでね何が入っているか分からないわけですよね、はい、逆に言うとねあのそのデ,ブリデブリがどんなふうになっているかも分からないものに触れた水ですからでそれが一体どんなその、まあ、各種放射性物質が。 実際にあの、まあ、調べるのってものすごい大変だと思うんですけどそれをどうも見るとサンプリングで東電はま一部サンプリングをして見たと、はい、で結果これくらいのものがこれくらいののでありましたとこのサンプリングっていうのはあのどれくらい何て言うんですかちゃんとしたものなのかっていうのはちょっと非常に不安なんですけど全部のタンクに対してやってるのかそれとも あのあ<ー>どういうことなんですかこのサンプリングっていうのはえっとタンクに関しては全部のタンクっていう感じでもないですねあの一部のタンク群に関してえ、うん、まあサンプル調査をしているっていう状態で、うん、でただまあ東電が言うにはその出す前に一回 その最終的に出す前のタンクはあのバッファーとして使うタンクは1個決まっているので、うん、そこで1回そこに入れるんだそう1回そこに必ず通すので大丈夫だというふうにそこで見るというふうに言っています、うん、ただあの問題なのがそのこれも事故の直後からなんですけど、うん、あのずっとやっぱり検査やっているのが東京電力なので,、うん、でこれまでにもその検査分析ミスっていうのはやっぱ何度もやってるんですね。で なのでその民間の研究者含めて東京電力に自分たちにも見せてほしいというふうに言っているんですけどがんとして聞き入れなくて全くその外の目が入らない中で今やっている状態なのでちょっとその状態はその実際にできているかどうかっていうのは別にして信頼関係というのを考えると非常に問題があるなというふうふには思います、うん。 このね、じゃあまさに信頼関係の部分なんだけど、まあ木野さんずっと東電を取材してきて、あのー、これそのこの汚染水に関しては東京電力はその信頼に足るような対応というのをしてきてるんでしょうか。僕の印象ですしかないと思うんですけど、まあできてない。 どうえまず一番大きいのはやっぱり今回その汚染水放出にあたってあのー、よく出て話出てきましたけど東京電力が福島県漁連や全漁連、うん、それから政府と関係者の理解なしには、まあ、いかなる放出もしないという、ね、約束、はいはい、あれ広瀬社長名で出してるんですね明確に文書として。でにもかかわらずやっぱりその結局福島県漁連は今でも 反対崩しててなく全漁、ねはい、連はちょっとよくわからない説明の仕方で、まで納得してるのかしてないのかわからない感じで首相との会見をやってますけどあのそういうまあ社長名でやった約束をこういう形で保護にしてでしかも、じゃあ理解というのは東電はしているんですかというのを会見で聞かれるとそれは政府が判断したことだからというふうにして。なるほど 責任を取らない状態で逃げてしまうのでそれはもう当然事故の加害者当事者の姿勢としてはいかがなものかなと当然それは当然だけじゃなくて政府も同じなんですけどねしかも政府は岸田首相は全漁連だけは直接会ってますけど結局福島県漁連には会ってないですからもう一つ非常に重要だと思うのがねこれがその まあ、廃炉のスケジュールに影響するからもうとにかく出さなきゃいけないんだというような言い方をしているしそれからあの、まあ、何年間出し続けることになるかも本当に現時点では全くわからないわけですけど基本的に廃炉が40年だから、まあまあ、40年そこから先はもう何かこう、はい、なんて言うんですか、はい、世界が存在しないかのような話し方をしないとまずいわけですよね <laughs>、はい、40年とにかくは今 廃炉が何を意味するかも含めてその後事故から、まあ、十何年ってどこまで、まあ、一つは廃炉廃炉とは何かっていうことについての何かこう議論が進んだのかとかそれから実際にそれに向けてどこまで作業がですねじゃあ廃炉のロードマップがあった人は今,今どこまで進んでいるのかっていうのはまず最初に言った廃炉、うん、が何を意味するのかの定義に関しては。うん えー、議論は多分ね僕自身は1ミリも進んでないと思いますい、うんはい、あのー、これ事故の直後には、まあ、その話はあまり表に出てなかったんですけど、えー、34年下ぐらいに、あのーまあ、経産省の当時の担当者の会見があって、えー、あそこは僕、まあ、その時は僕自身が聞いたんですけど「廃炉」って言ってるけれども。 えー、更地にするのか何か建屋残すのか何か物質が残るのか聞いたら決まってないという話をされたのが10年前でその後10年間あのちょっとまあ折に触れて経産省の担当者とか東京電力の,あの、まあ、現地の責任者の、えー、小野代表とかにも聞いてるんですが、うん、まあ返ってくる答えは同じで、えー、いつか議論は必要だけれどもまだやってないと。 ということを10年間繰り返しているので、うん、その意味では全く進んでないですね。だから廃炉。あのああいう事故にあった原子炉の廃炉っていうのは、何を意味しているのかも決まってないのに。廃炉に影響を及ぼすからっていう。あのその言い方は、僕はその空手型というか。詐欺じゃないかと。思えるんですけれどね。うんうん、それあの。 最終的な姿決まってないしそもそもその技術的にできるかどうかという話も煮詰まってないですし、うん、でちょっともう一つそのじゃあどこまで進んでるかという話とちょっかぶるんですけれどもとりあえずまあデブリは取り出そうとはしてますけど全体要するにの量というのが今推定でしかないんですけど、うん、800トンから1,000トンぐらいって言われていて、うん、まあ中央値で。 900トン弱3つの3つの3つ合わせてね現在、はい、1号、うん、の2号の3号の合わせてなんですがあの今よくテレビとかでその燃料デブリの取り出しに向けて作業をしめ進めてますとはいええー、おそらく最初に取り出せる量っていうのはこの小指の先っぽのこのぐらいグラム単位でしかないですロボットがやるってことでね恐らくねそれは。 何年ももかけていてていい今でででそれがまだできてないですでしかも取り出した後にじゃあそのグラム単位のものをどうやっとするかというと遠デ、まあの中で 1F の中で保管、えー、するにしても、まあ、分析するにしても何だかわからないデブリを外に出して分析するなんていうのは多分やほとんどやったことないんじゃないですかね世界でも。チ、うんね、ルノブリで微妙にやったことがあるかどうかのぐらいですけどあそこは結局石棺ですし。 っていうようなことを考えるとそもそもグラム単位のものをグラム単位ずつしか出せないものをやり方で800トン出すのに何年かかるんですかっていう話を考えると30年40年なんていうのは何の根拠もないですよね。うん にまあその小指の先くらいの一番取りやすいところは取れてもそんな気はねどうなっていくか全然わからない <laughs> じゃないですか <laughs> 中でもう溶けていろんなものに混じって10年経っても全然わかんないのに、うん、これから10年20年2十年30年で800トン取り出すとかってちょ,ちょっと意味がわからないで それを取り出せるまでは、あの汚染水というのは出続けるってことですよね。えっと、僕はそう思ってます。しかし、いや、雨水が入り込んでいる限りは。<laughs> うん、あの建屋に結局地震でひびが入って、そこから流れ込んでいるので。下がある程度除染されて、しかもきっちり建屋の地下を全部。原子炉建屋を含めて。確認ができないと止まらないはずなので。 僕はそう思ってるんですけど東京電力はなんかあのいやそんなことはなくていつか止めるみたいなこと言ってんただ結局だから問題は今たまったものをまあ日あの毎日何トンずつまあ放出すればどれくらいであの全部捨てられますっていう計算はできるけどそれが増え続けるっていうことになるとこれ今日始めたはいいんですけどほとんどこうなんていうんですか無限地獄じゃないですけどずっともうその。 えー、捨て続ける何十年も、まあ今四十年とか三十年、四十年って言い方をしてるけど、はい、そんな四十年でなんてもんじゃなくて、それは要するに四十年で廃炉ができるっていう前提の話だったらだってですけど、はい、今の話でも廃炉は難しいですよねおそらくね。そうすると、もう百年経ってもまだ海に捨ててる可能性があるっていうことになりませんか。否、うん、定できないと思うんですよね。うん、可能性は。うん、でそれをね、有識者とかですよ。まあ要するに頭のいい偉い人たちが集まって。 なんかやってるわけじゃないですかそれを来てそれをその人たちがそんなことを決めるっていうのがどうしても下せないんですけどそんな100年経ってもずっと捨てなきゃいけなくなるかもしれないことは子供でも分かるじゃないかと。はい、どういうふうなその論理立てで、まあ、一種のこの愚策ですよねあの、うん、一回で終わるからもうちょっとみんな鼻つまんで我慢しようっていう話だったのは,はい、はい、<laughs> それも問題なんですけどね <laughs> 実際生態系に入ってしまったらもう二度と回収できないですから、うんはい、だけど。 それ,ってそれでも、まあ、まあそれならまだまだしもそうじゃなくて出しし続けるっていうことでしょそれを想定してないはずがないと思うんですよ頭のいい先生方がですね。と、うんはいうん、ってことはそれを分かった上でやってるってことですかとしか思えないですよね。ですからじゃあ廃炉が,が終わるまでにこれ出さなきゃいけないという話前からしてるんで、うん、じゃあ廃炉のこと先に決めなきゃいけないじゃない。うん かっていうふうふに指摘をすると、まあ、それはまだ決められないしうんぬんかんぬんていうんですけどじゃあだ,だったら急いで出さなくてもいいじゃないっていうふうに言うといやそれは急がなきゃいけないみたいなもうあの向こうの,その政府側の説明もそういう意味であのロジックがぐちゃぐちゃになっちゃっていてなんともですねちょっと僕は何言ってるんだか理解できないですね。ね、うん の定義を決められない。要するにゴール地点をそのか決められない理由というのは何なんですか。いやもう見通しが立ってないんだと思います。デブリを取り出せるのかどうか。でもう一つはデブリを取り出したところで建屋自体が全体汚染されているので、あの建屋を解体で本当にできるのかどうかっていうのも技術的な見通しもないですし。 現実的にはやはりもう事故,原子事故を起こした原子炉っていうのはチェルニブイリのような、まあ、石棺なのか金属なのかともかくあの完全にあのなんていうんですか根転移するしかないっていうことになるんだけどそれを言った瞬間に地元反発しますよね。でででだかからら言えないからっていう それがこう暗黙知なんでしょうか。その専門家たちはわかってるけどそれは言えないみたいな、はい、ういう結局そういうことなんですか。ああ<は>そう思います。うん、だからあのー、言った瞬間に避難指示解除のそもそもの前提もどっかで崩れですし、ねね、まあそういう意味ではそのお天水に関してもタンクにしても言った瞬間にじゃあタンク置いとけばいいじゃんという話になってしまうし。うん いろんなももが全部崩れれてててしまううんでそれはもう分かってても口に出せないないるほどちょっと基本的なことで申し訳ない石炭化すればもう新たな汚染水は出ないんですから地下水も入ってますよねいや結局そうなんですそこが問題で、うん、多分それだけでは難しいかもしれない地下水のブロックには失敗したわけですよね東土壁とかなんかいろいろ言ってたけどほ本当にその建屋の地下をあの丸ごと、うんえー、コンクリートで埋めるぐらいのことを、うん、しないと 30メートルもねね、まあ、そうです、ねうん、あの凍らせるっていうのは結局だめだったってことでしょ糖度壁,、まあ、壁は、えー、と完璧ではないあ結局糖度壁の外から来るものはある程度ブロックはできるんですけど、うん、その内側に入る雨水だとか運暖っていうのはただまあそれはあの。 今、えっと、建屋の周りを舗装してるんで、だいぶその染み込む分は減ってはいて。うん、な,な,なので、発生量自体は、確かに減ってはいるんですね。だいぶ。うん、減ってはいるんですけど、ゼロではないので。問題はそこなんですこ。これはチェルノブイリの場合によっては、深刻な可能性があるわけですよね。だいぶもう、とにかく覆っちゃえばいいって話だってなってるで。で、あとはそのチェルノブイリは、あの、僕も詳しいことは、えっと。えっと、あれ、なんでしたっけ、あの。 ネット配信のチェルノブイリっていう連続ドラマであれで要は事故の直後にとにかく消し滞り作って地下水をなんとかするっていう作業を必死にやってるんですねあれで地下水止めたんでそから向こうではそうやって地下水を止める作業ができてるんですけどこっちはまだそこまでのことができてないのでその差は違いはあると思います、うんうん。なるるほどあのやっっぱり話を伺っているとね結局、まあもう 今日の,その海洋放出に踏み切らざるを得なくなった理由っていうのがねまあ一つはもうそのこのまあ事故からだと12年間ですけれども汚染水問題がもう表面化してからもう10年以上結局まあ何の対策もちゃんと取らなかったと。でただ,ただ単にもう溜め込んでいって溜め込んでいった結果もう場所がなくなっちゃったんでもうそろそろ捨てさせてくださいっていうような。 まあ行き当たりばったりっていうか無策っていうかねあのちょっと考えられないようなまあいい加減なことをやってきた結果最後ある意味で最悪の選択をしなきゃいけなくなったとね要するにまあ環境負荷も高いし。 あのそれはあれですよなんとか基準は薄めれば満たすとかいろいろとそれはもう原発を実際に持っている国の都合でいろんな基準ができてますからねそれは世界の強い国はみんな原発を持ってたりするからねそれはあの薄めればどうとかっていうようなのがあるのは分かるんだけどもでもあの実際にはもうこの海洋放出に最後まあその見方によっては追い込まれたいにも見えるしなぜのなぜ ここううなるまでその政府は放置したんだろうかこの問題をもう分かりきって毎日毎日水が出るんだからどう見たっていずれいっぱいになるのは分かりきっているわけですよね。ななど何がそのここまでその、まあ、はっきりと無責任な行動を取らせたのかがちょっと分からないんですけどそこはどう見てますか明確にこれというふうにはちょっとあれなんで今言いの難しいんですけれども、うん、事故の直後から、えー、と東京電力も政府も えー、汚染水の問題があるっていうのは認識しつつ、うん なんとかなるというふうに、いま停止していたような印象はちょっとあります、ね。なんとかなるというのは、そのち出なくなるという意味で、それとももう最後は海に捨てちゃえばいいやというような意味でなんとかなるか。後者ですかね。やっぱ後者、最初からもう海に捨てちゃえばいいと思ってたということですかね。ですね。その、まあさっきも言いましたけど、2011年の12月には一回東京電力は外に出す、海に出すっていう話はしてるので、そで,、ね、でそれをしかもあのまあ反発されて一回棚上げにはしましたけど。うん 出出すすこと自自体体ははは引っ込めてててなくてその計画自体は政府に提出はしてるんですねだから、まあ、最後は場所がなくなったとか何、まあ、か言い訳をつければ要は悪魔の選択じゃないですけど出すかあふれるかどっちがいいですかっていうふうに選択は迫れるわけでそう考えるとなん、まあ、とかなるっていうふうに軽く考えてたのかなというふうにはちょっと じゃあまあそういうふうに言っちゃうとあれなんですけど、ねまあ、それと,あと,ほとぼりが冷めるのをやっぱり待っぱ待てた、まあ、そ,それはあると思いますね、うん、だそのタンクがいっぱいになるっていう話もあのデブリがそもそも取り出せるかどうか分かんない中でデブリの保管場所とか分析センターを作んなきゃいけないからその場所は取っとかないといけないからもうタンクが作れないみたいな言ってることがめちゃくちゃなので。うん そう考えるとまあ,あの言ってることもその海に出すっていうことをまあめちゃくちゃなことをするのもその一環って考えると何ですかねなんかこの責任体質っていうか政府も責任取らないし東京電力にしてみると政府がやれと言ったから判断したからと言ってえ言い訳が立ちますしなるほど池、うん、野さんねずっと東電を取材して来られてその最後にちょっと印象として伺いたいんだけどね。 あのまあとその最後はどうしようもにしてりゃいいやというふうに考えるにしてもその捨てるものは何かといえばその人類がまだ今まで誰も見たことも聞いたことも経験したこともない要するにその、えー、溶け出したメルトダウンして溶け出したその核燃料のデブリに触れた水だから何が入ってるかも本当は分かんないわけですよね。 でさっきおっしゃったように、まあ、トリチウム以外にも、まあ、実際にいろんな各種があるだろうとばらつきはあるにしてもね。でそれが分かっててもあの、まあ、海に捨ていれば、まあ、確かに薄まるし薄まるってことイコール急にすぐに人がバッタバッタ死ぬようなことはないわけですよね。まあ、それがすごい長い年月をかけてある地域でがんの,の発生が、まあ、ちょっと増える増えないみたいなようなそれも 年年とか50年後とか後ですまさにそっちはねそうするとその原発原子力発電所の,そのオペレーターという立場っていうのはもうそんな先のことは分かんないんだしそんなことを気にしたら原発なんかもともとできないわけだからそれはもうその最初から飲み込んでしまっていてものを考えてるっていうことなのかどうかね、まあ、もう今回僕はあの海洋生物学者なんかにもアメリカの取材したんですけどもねやっぱり。 いいくらその希釈しても結局その生物濃縮とうことが起きるつまりまあプランクトンからそのだんだんちっちゃな小魚小魚中魚小魚えまああのちょうど水銀がそのような形で濃縮されていくと大きな魚になればせっかく希釈してもかなりその濃度の高いものがまあそういうところの脂肪とか肝臓からは出るっていうことはねこれまでも分かっ,分かっているわけですね。だからそんなに希釈しさえすれば あの別にもう問題なくなるっていうのはむしろ原発を運営する国々の都合でそうしているようなところがあるわけじゃないですか。どうしてそのデブリに触れた水を最後は捨てちゃえばいいやっていう理屈になるのかっていうのがちょっと僕はなななんかちょっとどうしても実感としてわからないんですけどそこはなんか木野さんなりの自分の中の腑に落とし方っていうのはありますか <laughs> 全然 全く腑に落ちないです。落ちないやっぱ。うん、全く落ちないですねうん、うん。だから本当その外に出せばもちろんその議論がある健康影響にしてもあのもっともっと影響が目に見えてるその社会的影響を要は。 消費者にしてみたら魚買うかはないは消費者の自由なんで,そ,なんで、ね、その部分っていうのはもう保証も減ったくれもどうしようもないわけじゃないですかっていう影響が大きいことが分かっててなぜそこまで捨てたがるのかっていうのはちょっと僕は全く理解ができないですね。原因がちょっとまあ,あの僕は分かんないんですけど例えばそのアルプス商院の中であ,のある委員があの、まあ、タンクがあると風評被害のもとになるとかですね えー、いう話があって出てでその後にあの事務局の資源エネルギー庁の方がタンクを減らすとこう作業が進展しているようにまあタンクが減らないと作業が進展しないように見えるっていうのを資料に書いたりしててということは減らせば進んでいるように見えるっていうふうにあったら考えてんだよねっていうふうに見えちゃうんですよねまあそのぐらいしか理由がないんですけど思いつかないんですけどただその影響に関して彼らがどこまで 実感としてて持っいるかっていうのは全然わからない最終確認ですけどこれはあくまで廃炉のロードマップというか廃炉に向けてのスケジュールがあってそれと並行して行われるそのまあ汚染水の処理えということだったんだけど実際は廃炉は何も進んでないのになぜかこちらだけを今回まあなんかタンクがいっぱいみたいなのを理由にして。 あとまあホットブレが冷めていることを理由にしてまあもうやって大丈夫だろうということでまあやってしまったっていうそういう理解で今回の海洋放出はいいいいんでしょうか？僕は <laughs> そう思ってますね。うん、あの本当に透明性を持って合理性を持って説明するのであれば、うん、海に出す前に廃炉の定義をきっちり決めるべきだし、それをやらないということはごまかしがあるわけで、うん、そのごまかしの中に。 タンクがいいいいっっぱいになっちゃうっていう話も含まれていて実際には本当にいっぱいになるかどうかっていうかあの敷地が他に使える場所がないかどうかっていうのはなくはないわけでそれは廃炉と一緒になってるから敷地がないっていう話になっちゃうだけで、えーまあ、そういうことを考えるとやっぱり空手型を出して、えー、なんだろうまあと 一般市民とか周りの人たちに選択を迫っているふうにしか見えないですねわかりました平野さんどうもありがとうございました、ね、ありがとうございました